昨日おしゃべりかありがとう、ありがとうございます。こちらこそです、皆さん。おはようございます。おはようございます。昨日はありがとうございました。眩しいから斜め向いてる。昨日はおしゃべり会でありがとうございました。今日は月曜日です。昨日はインスタとツイッター投稿したので、いいね押してください。今日のお目覚めですか？今日も普通に起きました。でも昨日は12時くらいに寝て、さっき6時半に起きた。いつもと一緒です。いいにしてありがとうございます。お話し会全休なくしたので追加で5枚当選ありがとうございます。ありがとうございます。え、そう、今日光の加減なんか違くて、同じなのになんか変なんだよ。あ、いつもさこうやって言ってんだけど、ここがもうすっごい光っちゃうから今ね、斜めでやってこんなの初めて。だから場所変えようかなと思ったんだけど、場所は変えなかったけど、すごい光ってんの今日。そう、そんなすごい、なんかそう、オレンジマン一番、え、めっちゃ目立ってた。なんか青の色だけめっちゃ蛍光っぽくて、オレンジが。秋だとこうなるの？あ、そうか、季節によって変わるの。だからすごいね、眩しいんだよね。大人っぽくなった？ありがとうございます。おはようございます。話し会楽しみ待ってます。次は7日ですね。7日はあれしますよ、高いツインテールして、ちょっとだけあの量産型っぽいフリフリのフリフリ顔があんま着ないような服着る予定ですので、お楽しみに。10月、まあ、そうだね、結構あるね、10月のおしゃべり会。だから10月7日は必見でございます。日の上がり方が遅いから、ああそういうことか。じゃこれからこのアングルで撮るかも、朝。それかちょっと場所変えるか。
ございます。どうもどうも。ザラキッズやめたんだもんね、もうお姉さんだもんね。ザラキッズは、あ、でも最近あんまり買うことは減ったけど、この前はね、家にあったザラキッズの服着てた。違うんだよ、子供服だけどサイズ的にはそんな子供服じゃない。なんかそう、でもこの前ザラのキッズじゃないザラで買ったから、そうキッズじゃないザラで買いました。ワンピース、夜でも外からおしゃべり会大丈夫だ。あーね、でも結構なんかいろんな場所で、だからなんか割となんだろう、電波が飛んでるとこだったらどこでもできると。電話の夜寝れないくらい緊張してたのが、嘘のように楽しい発音、嬉しい、ありがとう。昨日本当に楽しくて、なんか1部から7部じゃないですか、まあ全員だから、なんか初めてだったんですよ、その握手会っていうか、もうおしゃべり会はもちろんだけど、その1部から7部やる、1日ずっとやるっていうのが初めてだったんですけど、うん、なんかね、青は思ってたより疲れなかった。でもおしゃべり、なんかオンラインだからっていうのもあるかもしれないけど、青はすごい楽しかった昨日のおしゃべり会。そう、だからね、昨日はすごい楽しかったです。でもやっぱりなんだろう、その握手会とかでやっぱり先輩とかフル、ほぼフルみたいな方とか本当にすごいなと思った。でも顔はすっごい気の楽しかった。お揃いポーズ、なんかちっちゃいもんでお揃いしたんですけど、なんかね、ちょっとジャージだし、ちょっとなんかヤンキーっぽく行こうみたいになって、ヤンキーっぽく撮りました。ヤンキーっぽく撮りました。大事なことなので2回言いました。なんか NGT の公式 LINE とかでも、そのおしゃべり会の様子とかをすごい写真撮って、あの中の人がツイートしてくださってるので、めちゃめちゃ面白い。そう、ヤンキーイメージで写真撮った。誰のツイート、ヤヒとかギテたツイートが結構みんなで写真上がってたか。めっちゃよかった、よかった。結構頑張ってヤンキーに寄せたつもりだった。
ねえ今日朝から2回も肘ぶつけた。あ、声が朝さっきドアに肘ぶつけて結構痛くて今画面にぶつけた。あと昨日はね隣がねサーヤでね楽しかった。昨日は隣サーヤが座ってくれて、うん、サーヤが座ってて絵描いてくれたんですだからそれを持って帰ってきました。ね、インスタにあげたね精神写真はねサーヤが撮ってくれたよ。そう青の絵、青の絵とサーヤが思うくっつき虫とブロッコリー描いてくれました。絵うまい。サーヤ本当になんか可愛い絵描くんです。羨ましい。可愛い字も可愛いし絵も可愛いし顔も可愛いし、だからすごいすごい可愛いあ、可愛い絵描けないし可愛い字も描けないし羨ましすぎる。もうすべて今リュックに入ってます絵が。味噌ラーメンと餃子いただきました。おーいいね。あー餃子食べたいな。おはようございます。昨日の集合写真見て初めてさんちゃんがピンク担当。ああ、はるかピンク、あのピンクかわいいなと思った。薄いちょっと薄いピンク。でも青ってさあんまりピンクのイメージなくないですか。青ピンクのイメージある。私も食べたいです。ですよね。カントカンにありがとうございます。存在がかわいい。ありがとう。シャーベットピンク。オレンジ担当になった経緯、え、なんか普通になんかそれぞれの色みたいなのを最初に決めてて、マオのサイリウムカラーがオレンジと黄色だったっていうのもあって、黄色だとちょっと見えにくい時がある、あるからオレンジにしようと思ってオレンジになりました。ユウの黒、え、わかる。普通にさ着れそうだよね。レッスン着とかでも着れそうなの写真。あ、オレンジすっごい目立ってそう、はい、ありがとうございます。オレンジねめっちゃ目立つねって昨日何回言われたか本当に昨日会う人にも言われました。すっごい目立つねってそうなんです、ちょっと思ったより蛍光色ですいませんって言ってました。朝は自分で起きますよ。自分で目覚まし時計かけて起きてます。取り合いになんなかった。でもなんか普通にちっちゃいもん
の出来色決める前から割となんかその人の色ってみたいな色っていうのは決まってたっちゃ決まってたからそんな苦労はしなかったかな。割と色決めるのはすぐ決まりました。なんかいい感じに個性分かれてるじゃないですか、ちっちゃいもんクラブってすごい本当に。 NGT 全体もそうだけどなんかキャラが同じ子がなかなかいなくて、いやほとんどいなくて、それってなんかすごいことなのかなって、いいなって、みんなそれぞれの色があってみかん、あーみかんは冬か、みかんも好きですよ。愛媛の赤も寺の青でしょ。でもあのね、ユーが黒なんですよ。それがあのちょっとだけねみんなで考えた気がする、ユーの色だけ。でも黒になった。おはようございます。そんな感じでもオレンジいいよね。あーすごい好きです、眩しいなんでユークロになったんだっけ、なんでだっけな、なんでだっけ、なんか黒になったんです詳しい理由覚えてないんだけど、なんか黒になった。全然なんでだっけな、なんか色探してるときにあ黒っぽいねみたいな時がする、黒でいいよって感じそうです、夜配信は19時からします。20時じゃなくて19時からです、今日の夜かな。今日の夜はまぶしい、19時からします。黒が好き、どう本当に覚えてない、でもまあそれもあるのかな。でも黒とか白とか青も普通に安定に好きな色、今でも。でも最近はベージュとかが好き。途中から見に行くね、ありがとうございます。配信シャーベットピンク、はい、じゃあ今日カラオケ配信しようかな、夜久しぶりか、そうでもないか、じゃあ夜カラオケ配信しよう。街の景色もいいの顔で青ね、2番のここが好き、工事してた低骨のビルが完成してたのか、そう岐阜に出させていただきます、今年も頑張ります。10月2日です、オンラインなんですけど頑張ります。
の中の木漏れ日、風に霧が揺れた、秋冬物の服、あ、もう衣替えしなくていい風に収納してます服、モバメの返信とかでリクエストき、オッケー、待ってます。楽しみにしてて、すごいなんか、はい新潟めっちゃ晴れてるよ今。でもさ、昨日の夜さ、携帯でさ天気予報見たらさ、今日9時頃まで雨降るって書いてあって、でもこの前お仕事の時に傘忘れて、ああと思って、で帰る時に気づいてマネージャーさんに、あ、傘忘れましたって言ったけど、まあいいやと思って結局持って帰なかったんですけど、え、夜中大雨降ってたの？気づかなかった、普通に寝てましたそうで、そうなんです。でも家に折りたたみ傘はあるから、まあ大丈夫なんで最近雨多いんだろうね。もこもこパーカー何着持ってますか？え、1着も持ってない、もこもこパーカー。熟睡、うん、めっちゃ寝てました夢もね、起きた瞬間覚えてたけどもう忘れちゃった、どんな夢見たか。昨日お疲れ様でした、ありがとうございます。チェジュ姿ありがとう折りたたみ傘はいつも持ち歩いてます。すごい、青より重視力高め、すごっ。今日はあんま持ち歩かないです持ち歩くべきなのかもしれないけど、パーカーの季節、それな、今年もパーカー着ます好きだから、秋が進む、あー確かにすごい涼しくなったよね最近、本当に。それな、あーうん、パーカーとかトレーナーとかはだいたいニーヤのお下がりが多いです。お下がりを着てます、だから大きいサイズが多い。青の夢変な夢ですよ、見る夢。傘ね、でも中学生の頃とかはカバンに入れてたいつもでも最近は入れてない こんにちは、サンマもう並んでる、サンマ、サンマ美味しいよね。青はね、サンマの内臓が好きですこれでも本当に、これなんか本当にちっちゃい頃からなの、サンマの内臓が好きなの。幼稚園の年中さんくらいからサンマの内臓好き、なんなら初めて食べた時から好きだったスクショいいですか？スクショ全然します。じゃあ、あ、でもちょっと眩しい。
眩しいな、眩しい、ちょっと待って今日も半袖着てます。そう、でもサンマってあれはサンマ食べた、サンマって骨多いじゃないですか。でもちっちゃい骨が多いんじゃないですか、サンマって。で幼稚園の頃あのサンマ食べてて喉に骨刺さっちゃって、でも全然取れなくて、そう次の日幼稚園休んで魚の骨取りに病院行きましたじゃあスクショタイムします。眩しいんだよな。すごい眩しい。そんな感じで今日の夜は19時から配信します。みんな今日も頑張って、月曜日今日も頑張るんばです。うん、見に来てね。はいって感じで、あでまだね29分になってないみんなは朝ごはんもう食べました？青はまだ食べてないです。だからお邪魔できない。お仕事頑張ってくださいまたね、今日も楽しむ。うん、そうそれだ連休をゆっくり休んで、はい、また明日ね。食べた？ゆで卵食べた？すごい健康的ね。そんな感じでもう29分40秒になったので、今日もありがとうございます。今日はまだ終わってない朝配信ありがとうございました。夜も見に来てね。今日も頑張ってね。いってらっしゃい。行ってきます。バイバーイ。あ、ちょうどだ